おお、カメラが。うわ。すごいわこれ。いやー、おはようございます。冬に最終日です。今9時5分ぐらいかな、9時半なのでご飯終わるのがちょっと慌ててきたんだけど、パンとかなんか今ね、あんま体調良くなくて、やっぱ起きがき頭痛くて今あんま食欲ありません。一回途中で3時半とかそのぐらいで起きた時は元気だったんだけどね、その後どうもダメだった。あー、高山病には悩まされるわ。今食べれないかもしれないけどいただきます。なんだかんだで食べたけど、見てこれピンクの液体何かなと思ったらね、いちごのヨーグルトだった。液体って珍しいよね、普通のね。ほら見て、こんなので入ってるのかな、いちご牛乳かと思ったら違ってた。美味しい、ちょっと動きましたからね、ちょっとご飯食べられないかなと思ったけど、なんとか食べれました。はぁ、上にあった上に、何ですか、リクエアとかあるんですか、下砂、あ、砂なのかな、これは塩なんだったよね。これ違うしね。だからこういうのだとか、この下とか、こことかが塩か。こことか、ああ本当だ、塩だな。なるほどね。まあ塩だからまあどうっていう。まあ上の塩で作ったのかしらね。なるほどね。あ、これもこのコンドルちゃんも。え？あ、ちょっと舐めてみた。あ、塩だわ。うん、塩だった。舐める勇気はなかったけどちょっと舐めてみた。へえ。なるほど。12時くらいになったので外出てきました。なんか今日果物すごいな。どうも。
日曜は果物とか野菜売ってる人が違うのか。うわ、美味しそうな瞬間。シアリは放射ピンクになってるの、もしかして。その日はほら、車通ってない。ここ、ああ、よかった。店開けてガラガラだったらどうしようかなとか、お皿が滑ったら見たくなるとか、ジュースが嫌だな。なんかちょっと。ムカつくよ。あの泡のやつをさ、ふっかけてる。なんか放射線をかけた車通ってる。何これ。飲み物。クッキーコーン。なんかこっち。があるからちょっとこっち行ってみるけど、わあ、いっぱいあるなんですが、へえ、何これ、あ、面白い服だな、半袖、半袖のパーカー、おお、うん、一応本とかが雑貨が多いな、アイス開きますよ。あー、昨日出かけられた。さっき子供が持ってた泡で。さあ、